さあ本日はね東中通りという通りを紹介します。現在はね古町十字路というのがねこの辺にありまして、その古町十字路からね再工事突き当たった、日本銀行っていう角、この三叉路のところの左側を曲がるところが東中通りです。たまにはあの人の高さというよりか下からこう突き上げるように撮ってみましょうかね。ここはメイフェアという喫茶店ですね。紅茶の喫茶店かな。なんかレリーフのようなクリスマスパフェがなんかあるそうですね。フィットネスジムがあって居酒屋がありますね。確か昔ねこの辺ショットバーがあったんだよね。確かこの上だったかな。今もうないんだね。老金があって今日ねすいませんね、夜になっちゃいましたよね。明日ねちょっとね中国の方でね約束があるんでね、今日は前の日に撮ってますね。老金ですね。キャッシュ預け入れコーナーがあります。前にありましたね、英書通りっていうところはね、ここの交差点です。百花園だったかな、確かね。百の花の、園って書いて百花園ね。で、向こうに本屋さんがあって、お茶屋がありますね。ちょうど向こうが青になったな。今度向こう行ってみましょう。景色の紹介もしていきたいんですけどね、ちょっと雑談しようかな。最近ねやっとなんですけどね、過去最高のね視聴時間稼げるようになってきたんですよ。まあ主にね3年ぐらい前の動画がねちょっとずつまた再燃してるというかね、ブラウジングがかかってるというかと言ってる間にも進んできますけど、どう言ったらいいかな。まあ、今年は微編集、本当の微編集動画が多かったですね。まあそんなにね、なんていうかな、綺麗な撮り方をしてるわけじゃないんですけどね、なんとかね支持されてというかね、本当はねもっと凝ったね動画にもできるんですけどね。静かですね。古町近いとは思えない感じ。で、なんだかんだなんていうんですか、雑談もしてきたところでアパホテルの前になんか飲み屋さんっぽいような飲み屋さん、バーですね。あ、こういうとこにバーがあるんですね。あ、地下に行くようになってるね。こういう感じですね。今度行ってみたいですけどね。アパホテルですね。アパホテル、
ニック中条、あの新潟日報ですね、新潟日報の販売店がありますね。で、酒造関係の会館が横にあります。東中通りといえばね、教会があちこちにあるんですよ。あの向こうのね、裏側あたりにもあるし、でもなんか最近コロナも終わって、あの旧市街地ね、古町をはじめとしてね、人が戻ってきましたね。あの良かったですよね。インフォメーション JA バンク、あのなんか新潟2キロって言ってね、新潟駅からなんですけど、あ、まあその前にちょっと雑談前にこういう風になるんですね。夜こんな感じなんだね。あ、夜来ると結構いいじゃないですか。まあ昼来てもいいんですけどもね。JA バンクですよ。で、あの新潟2キロって言ってね、あの新潟駅からね、正屋小路までのことを言うんですけどね、それプラスあの時メッセのとこね、時メッセが入るんですよ。確かここら辺がね、ここら辺の裏にもう一つ教会があるんじゃないかったかな。フォーテラスのビルがありますね。で、補聴器のお店で、新潟東中通り郵便局があります。まあ、今年はね、微編集動画にこだわりすぎたっていうのもありますけど、まああとね、ちょっといい景色のとこ選びすぎたかなっていう感じもしますね。なんかちょっとね、私らしくなかったかなって感じで、もっとなんつうんだろう、すごくマイナーなところっていうかね、私らしさっていうかね、全然こう観光地じゃないところをね、こう突っ放すみたいなね、そういう動画をね、来年はやりたいなと思ってますね。ここら辺はね、大学病院が近くてね、あの坂上がっていくとね、あの病院があるんですけどもね、前に紹介しましたよね、あの白山あたりをね。まあ、今年はね、あの良かったのはね、動画をね長くできたっていうのは良かったですね。あのちょっと再生数はね、あの取れないんですけど、良かったと思いますね。あのなんていうか、登録者もね、本当に長く見てくれる人だけがね登録してくれるんで良かったと思います。今7時半よりちょっと前なんですけどね、この時間ってあの TikTok だとか、あのいろんな Yahoo ニュースだとかね、いろんなメールのお知らせがねぶわーっと来ちゃうんでね、ちょっと一回中断したんですけどもね。あ、なんか酒場の名前、居酒屋の名前変わった。ここ確かスペイン料理屋さんだったような気がしたけどもね、変わりましたね。あ、ぬくぬく、あ、2階と違うのね。2階はあの洋食屋さんで、1階は洋食居酒屋ってことだよね。さあ、もうゴールになっちゃうので、こういう雰囲気のあるところね、あのカットせずにゆっくり撮って、最後ちょっとゴール付近に向かいますね。さあ、本日のゴールです。本日のゴールはね、市役所前ですね。あの東中通りの終わりの突き当たりというか交差点がね、市役所なんですよ。で、ハンコ屋さんがあって、無人の服屋さんがあって、
で、蕎麦屋さん、あ、今もやってるね。ここちょっと食べて最後終わりしたいと思いますね。で、向こう側行くと西区の方向かっていくわけですね。西大通りとかね、あっちの方向かってきます。さあ、今日もありがとうございました。最後にラーメンを食べて締めたいと思います。